もうその1個持ってるだけで10冊分入ってるのと同じなんですよ。はい、じゃあマリサナナサ、 Thank you for watching my videos。 どうもナナサリーサです。いつも動画見ていただいてありがとうございます。今日はコメントにですね、持ち歩く時の本ってどういう本を選んでますかっていうコメントをいただいたので、それのお答え動画になります。私も本が好きだし、英語の勉強とかするときにやっぱり本を持ってどっか行って勉強したりとかもしてるんですけど、悩みがね、前動画で出したんですけど、私のカバンの重さが1キロ以上なってたこともあって、これ本もこの本も一応持ってきたいしっていう気持ちがすごくよくわかるんですね。そういう時にどういう風にしてるかについてお話しようと思います。でまずですね、Kindle Unlimited が出てから、で本が読み放題で10冊までこうダウンロードできるんですよ。10冊の中でこうそれ読んだら次に新しい本をこうダウンロードするっていう感じで、10冊はこう普通に持ってる状態なので、 Kindle Unlimited、 要は iPad があれば、私の場合もうその1個持ってるだけで10冊分入ってるのと同じ、 iPad とあとまあプラス本1個ぐらいで済むようになってきました。で本を持っていくときにどういう本を持っていくかを選ぶ基準なんですけれども、例えば、まあ、カフェとかでよく英語の勉強とかをねちょっとしたいっていう時が結構私もあるんですけど、まあ、そういう場合、英語の勉強するために英語本を持ってきたいとか、あとは単語をね常にこう隙間時間とかもね通勤途中とかも見たいからっていう場合は、その単語の本だけ持っていきます。でおすすめが、例えばトイックとかのこういう本とか、あと単語帳とかって、まあ、前言ったように何度も何度もこう見返すのが大事って言ってるでしょ。だからそういうこういう本を持ち歩くのは非常におすすめです。でも2冊もいらない、要は2冊持ってって2冊こう見るよりかは1冊をこう何回も見た方がいいし、その分集中できるの でせっかく家じゃなくて外にいるのであれば、家の中よりも集中できるはずなんですよ。いや、家にいるとこれだけ選択肢がいっぱいあるので迷っちゃうんだけど、外に出ると他にこう触るものがないから集中できる。じゃあその集中力を最大限に生かすためには、まあ、本は1冊っていう風に決めた方がいいですね。勉強の本で持ってきたい時は繰り返しできる本を持っていくといいです。勉強本じゃない本の場合は、まあ、買ったらその本を、新しい本を持っていくっていう感じです。あとは例えば読み返し2度目とかで読みたい時とかにはこの本をもう一回持っていくっていう感じで、大体そうですね、もう繰り返して読めばいいだけなので、持っていく本は1、2冊で十分だと思います。あんまり持ってっても重いし、逆に集中力が分散しちゃうので、でまあ最悪iPad とか、まあ、ちっちゃいけど iPhone があれば、もっと本読みたいってなった時に Kindle Unlimited で読むので、意外とねそこまで回らないんですよ。意外とこう持ってった本1、2冊やってたら終わっちゃうことが多いんですけど、だからそういった形でこう不安なんですよね。不安なんですけど、 Kindle に10冊入っているっていう頭があれば1、2冊でも結構意外と大丈夫なんで、まあ、そういった形でちょっと慣れていくのがいいかなと思います。やっぱりね、たくさん持っていくと大変なので、重いし肩こるからね、まあ、皆さんもそんな感じでなるべくこう外に行く時に持ち歩く本は少なめに、まあ、いざという時の Kindle Unlimited があるという意識でやった方が集中できる、読書の仕方、集中できる外での読書の仕方になるかと思います。まあ、みんなもね、いろんな人によっていろんなやり方があると思うので、自分はこんなに持ってってるよとか、私もだいたい1、2冊かなとか、まあ、常にね本が入ってないと不安っていう体質に私もなってるので、すごい気持ちはわかるので、まあ、いろいろねみんなでいい情報をシェアしていけたらなと思います。まあ、私はこういう形でやっています。では See you。 無料のアプリドキドキライブで生放送しています。遊びに来てね。共に頑張るチャンネル登録者のみんなはアリーザの一員です。更新情報が届くので、ぜひぜひ画像をタップもしくはクリックしてチャンネル登録お願いします。 Subscribe please。 10万人達成したらオフ会をやりましょう。みんなのコメントやグッドボタンが私のモチベーションです。応援よろしくお願いします。